綺麗な顔してるだろう。死んでるんだぜ。はい、こんにちは、ブルーホスですね。お目目開けてね、まぶた乾いちゃうから閉じてあげないといけない。エルフィガンテですらね、ちゃんとまぶたを閉じてくれるのに、なぜかねルイスさんはね目を開けたままというね。まぶた閉じてあげなさいよ、レオンちゃんさんさ、レオンちゃんさんさ、さっさっさっさ、ねえ。はい、ということでね、本日もバイオハザード4やっていきたいと思いますね。前回はまあなんかすごい短いチャプターだったんですけど、今回もまあ別にねそんなに長くはないんじゃねえ、出すカットかって思ってるんですけれども、まずはねこのハンドガン、限られた弾薬数の中でね、無事ねちゃんとねアシュリーちゃんをね抜け出すことができるかっていうところがまあキーポイントになってくるかなと思うんですが、まあそんなこと気にしない、気にしろってじゃあとりあえずやっていこう。これね本当に爆発でねドーンってできたら一番いいんだけど、まあ実は、何回か試したことがあってね、今回のパートでやったとかじゃなくて、まあ、どう頑張っても無理なんだよね。おお OK、 お上手。相変わらずのプルンプルンでね、スライムパイ、スライムパイって言ったら、ああやめとこう捕まった人の話を出すのよろしくですからね。ということで、この辺りでちょっと、いやーねー、でもさーもう本当になんかごめんなさいね、こういうのもあれなんですけど、今ねちょっと今年一体調バットなんですわ。なんかね朝起きた瞬間からなんか体がねなんかわかるかな、ふわ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 してる感じがしてて、で一応ね朝一今ねその週5でジム行ってるんですけど、どうしよっかなって玄関で5分くらい立ち尽くしながら葛藤して悩んで、いやでもここでペースを崩すのどうかなと思ったんで、とりあえず行こうということに行ったんですよ。でまあ、今日は足トレの日だったんでスクワットとねカーフレイズとかをやったんですけども、それが限界で、でいつもは腹筋を同じ日にやったりするんですけど、もうちょっとあまりにも耐えきれない状態だったんで、いつもだいたいまあ1時間半くらいかないるんですけど、もう1時間と経たずにねちょっと今日帰ってきてね、帰ってきてからねちょっと出かけるまで、まあ今日も仕事があったんでね、仕事の終わりでこれ収録を撮ってるんですけど、普通にね出かけるまでの帰ってきてから、まあ、6時過ぎくらいに家に帰ってきて、で、まあ、7時40分くらいに家をいつも出るんですけど、7時20分くらいまで、まあ、ちょっとねさすがに疲れたっていうか、ダウンしきついっていうことでもうずっとね倒れてましたね。いやーなんだろうな、あれなのかな、シンプルにしんどいんだろうな、その毎日ねちょっとね朝早くてで、まあ、夜も遅くてっていう日ちょっと感じが最近ちょっとここ続いちゃってるところなんで、まあ多分シンプルに、寝不足なんだろうな。やっぱだからなんかあんまり 寝れない日が続いたとしてもそんなにね大してしんどくないかなと勝手に思ってたんですけど、やっぱもう30の手前にしてね、さすがにねやっぱりプルンプルンしてるな、さすがにやっぱ30を手前にしてそれはできなくなってきたんだね。皆さんやっぱ睡眠、睡眠ってめちゃくちゃ大事なのはまあ皆さんご存知かと思うんですけど、なんかね睡眠をなんか教えてる講師の方がいらっしゃるんですけど、その人の友人の方がなんかね、あちょっと待って、なんかうまく食らってない、もしかして、そうなんかね睡眠の博士をやって、博士じゃねえ講師、なんかねなんか教会みたいなのがあるらしいんですよ。でその教会かなんかでやってる時に、そうそうで睡眠について語っている人がいて、その人の友人が人間はどこまで起きていることができるんだみたいな感じでなんか実験したらしいんですよ、自分の体使って。で実験した結果か、下半身だったかな、左半身だったかな、どっちかで体の半分かな、左半身かが不随になったっていう話なんですよね。怖いっすよね、左半身不随って進めないし、くぐれよ机の下くぐるのにこれはくぐらないかーい、なんですわ。
ね、だから睡眠を取らないと、まあ、免疫力が下がったりとか、まあ、疲れやすくなったりとか、まあ、いろいろね、プルン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 、本当にこのスタイルすごいよね。多分スタイルの良さで並べたら多分アシュリーとジルの2強だよね、うん、あ、本当のボンキュッポンでいくとね、1対 0.7 対1だっけ、うん、さて前回はね、あの1周目やった時はね、ここで死にまくったからね。これがさ、あのスペシャルコスチューム2とかだったらもう何にもしないでもあのカキーンってなるだけで終わるんだけど、まあ、あのアシュリーちゃんのね、さすがにね、あの可愛いこのスタイルね、おっぱいとかパンツとかが見れなくなっちゃうから、もう今回それ却下にして、うん、っていうか普通にあれだね、こうスキームパンツっていうのが僕らあんまりファッションに興味がないから、なんかさ嫁さんとかがさ、娘ちゃんの服とかしたらレギンスとかさ、なんかいろいろそういう名前とか言ったりするんですけど、レギンスが一体何なのかとかっていうのを最近知ったっていう感じなんですよね。あんまりよく分かってない、それが。でこれ今くぐる、押さないくぐった時にさ、ちょっと筋が見えそうな感じがするのがいいよね。まあでももう筋見れるのも今のデラストだったんで、あのもう一回、筋どこっていう方はね、ぜひね、あのもう一回スッとね、見てもらえたらいいんじゃないかな。あのが動画を巻き戻してね、見てくれたらいいんじゃないかなと思いますわ。皆さん、まあ、この動画の視聴者がね、女性がいたらあれなんだけど、男性諸君、女性のどこに興奮します？あ、逆にあれだね、男性のどこに興奮するかっていうの女性にも聞いてみたいな。そのなんかこの間1ヶ月ちょっと前くらいかな、あの山沢さんがそのマッチョを集めて、で女性3人にそのどこの筋肉が好きですかみたいな、ね、でなんか背中僧帽筋とか、なんかそのあたりとか、あるいはあの肩とかがなんか好きとかって、だから意外とその腕とか胸とかは関係なかったんだなと思って、うん、足とかね、なんかよく言われる、だから肩とか背中とかが、まあまあまあ山沢さんの場合背中がめちゃくちゃ発達してる人なんですけど、なんかね背中とかって、いや結構意外だな、そこ見てるんだみたいな。だからなんかスーツ着た時に広い背中だったら、なんかすごい頼もしい感じがあって好きとかね、なんかそういう感じらしいですね。さてと、これだけ集めれば、あといくら足りなかったっけ、シカゴタイプライター取るのに。シカゴタイプライターを取るのに、あと10万くらいだったっけ。まださすがに、これクリアした時点ではわからなく、まだ次に武器商人に会うタイミングでは、多分、うん、普通に買えるんじゃないか、あと10万くらいだったらね。で、弾とかそういうのボコ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 打ってったらいいっていうだけの話だもんね。よし、じゃあ登っていって、コマンド入力。エクスシー、OK、お尻抱える意味何なんだろうな。え、このなんだろう、アシュリーのさ、その立ち上がり方ってすごい不思議だなと思うんだよな。立ち上がる時にお尻抱えながらやるやつって、逆になんか膝にさ両手添えてさ、振ってさ持ち上げたりとかするけど、尻餅ついたらさすがにそうなるんかな、はあ、それとも実際にそのこのモーションを考えた人がそういう立ち上がり方をしたからなのかな。いろいろ不思議ですね、本当に。さて、フッと取って、あ、もうこのシャプターも終わりですね。特になんかあんまりお色気シーンもなかったな。あ、プルン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 してるところは見ることができたけど、まあなのでここをね登ることができましたら、もう本チャプターも終わりなんで、あとまあ1分とか1分半くらいで終わるんじゃないですかね。はい、じゃあ調べましょう。くるっと回って、あーでもいいねすげえいいな。でも冷静に考えればさ、秋のスペインでしょ、寒くない？お腹丸出しで、アシュリー、なんだっけ、ミシシッピー州だっけ、ミシシッピー州ってどこにあるんだったっけ、西海岸、どこに帰ってるか分かんない。でもわし、でも大統領の娘だったらそんな行かないか。ちょっとミシシッピー後で調べてみよう、どこにあるのか、うん、ということでね、なんとか無事にアシュリーちゃん、あの一撃食らっちゃいましたけれども、邪教徒のレイプを食らいましたが、はい、
プレイを食らいましたが、ね、なんと無事クリアすることができました。ということでね、本動画も以上とさせていただきたいと思います。チャンネル登録とね、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。